ジャパンダンスライトボリューム19。予選地区第2地区ね。ここはどこかって、そう、ここは東北の優雅、ここいっぱいいるところです。仙台、仙台にいますよ。今ね、後ろの方では今日の戦いに備える選手たちが続々と入ってきてます。で、仙台っていうとみんなダンサーではよく知ってると思うけども、クワイト、それからダブルクラブスっていう、まあ、この2チームがやはり仙台大会常連者であり、まあ、ファイナリストの中には必ず名を連ねる連中だったんだけども、今回はマーク40ぐらいのエントリーがあって、その中にこの2チームともいないという。だけども東京予選で、まあ、通らなかった悔しいメンバーの参加、それから、この仙台をはじめとする東北の優たちの新たなるチャレンジャーたちの姿もちらほら見えるし、うん、本当に誰が通るのかは分からないというにふさわしい場所じゃないかなと思います。まあそんな中において選ばれるファイナリストは3チームだけ。この3チームが果たしてどんなチームになるのか、その目でウェッチェケレア。まあ、東北のチームがかなり出てるんで、本当に、まあ、仙台予選なんで、やっぱ東北のチームの底力っていうのを見せてほしいなと本当に思いますね。今日は今日しかないので、今まで以上になることはないですけど、今できることを精一杯出してリラックスしてやってほしいなと思います。発表してまいります。ジャパンダンスレートボリューム19、仙台大会予選通過1チーム目は、東京予選借りを返したビクトリアー。おめでとうビクトリアー。確かにこうちょっと2週間前思い起こしてみると、気負ってた部分あったかなっていうのあるよね。気合入るともう気持ちで全部力入っちゃうんで、ここは気合入ってでも絶対向こうねとか、気合入ってでもここはちゃんと伝えたいことを伝えようねっていうのをちゃんと冷静になる部分もしっかりみんなで考えたりとか、やっぱ悔しかったんでその分もっと燃えたりとかはしましたね。なるほどね。東京予選終わって通ってなかったってなった時はどうだったの？まだなんか自分のやりきれてないところがあるからかなって思って、もっと頑張ろうって思って、自分をも出せないところがとかあったので、もうちっちゃい頃から知ってるわけじゃない。そうなんですよ、ね、本当にもう長い付き合いなんですね。長い付き合いじゃない。でもう本当にまあいわばここまで育ってきて、もうやっと来たチャンスというか、そうなんです、年齢が来てくれました。そうですね、私がもう本当に何結果も取ったことないし、何にもない時から私についてきてくれたりとか、私を信じてずっと一緒にやってきてくれたので、もうみんなに何か返せるようにまず頑張るのと、何かもう一個大きなものをみんなで残せたらいいなと思います。楽しみにして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では続いて参りましょう。
本日行われましたジャパンダンステレートボリューム19仙台大会予選通過2チーム目は個性派トレーナースキル内面美容なんか遊んでて自然に踊りを作るときに、うん、あこんなことしてみよう、うん、練習のときに、うんうんうん、これずっと遊んでようって、うんうん、調子いいときに出たんだよね。楽しんであとこう、まあ、ジャパンっていうのは全国というよりももう今は世界的に発信できるところなので、ね、うん、もうとにかくまあ今回ここに勝てて、うん、そこで自分たちを見せれるっていうのは嬉しいです。それが目標で今回来ました、うん、はい。で、まあそのダンス上手いというところではないのでかといって、うん、ダンス上手い人たちよりもこいつはすごいいいダンスするんですよ、うん、もっとステージを上げたいんで、あ引き上げてあげたいっていう思いもあったんだ、うんうんうん、そのぐらいいい踊りするから、うんうん、技術とかじゃなくて、なるほどね、うん、はい、賞取りますよ、うん、今から楽しみです。楽しみにしてる。唯一無二のステージは君たちにしかできないと思います。とりあえずファイナリストおめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。では参りましょう。ラストコール、ジャパンダンステレートボリューム19仙台大会ラスト1枠予選通過3チーム目は地元ヒップホッパーニュースタイラーズそして JDD ファイナリスト、正直もう本当にやっぱディライトのステージってなると、うん、レベルが高いっていうのはもう当たり前だと思うし、うん、本当さっきコメントでも言ったんですけど、うん、本当雲もつかむような存在だったので、うん、ちょっとまさか自分たちが呼ばれると思ってなかった。自分たちにこう紆余曲折というか悩んだことがあったの？すっごいありました、ね、曲を変えようとかもう一回そのニュージャックさえもちょっともう取れないんじゃないかなっていうその諦めが、ジャンルに対しての諦めがあって、ね、まあ、自分たちがその憧れる関西 の、うん、あのニュージャック専用のチームで、うん、ジャパンのステージでファイナルのステージで3位取って、うん、もう自分たちも上手い下手関係なし同じダンサーで同じ人間なんで、うん、やれないことないだろうって思って。じゃあそのあの時のミドルフィルタースペーストラベラーズを見て、はいはい、自分たちのやってるものに間違いないんだっていう一つの確信に変わったんだ、はいはいはい、あそれはじゃあ一個大きな変革だね。いや本当にすごいです、はい、ファイナリストって本当に日本全国いや世界全世界で5万頭欲しい称号の一つを手に入れたんで胸を張って、はい、思う存分その権利を使って暴れ回ってもらいたいと思います、はいはい。ちょっとまあ、東北勢ってなるとやっぱクワイトさんとダブルクラップさんがずっと通ってて、うんうん、まあ、オールドスクールばっかりには負けてらんねえなっていう気持ちはずっとあったんですけど、なるほどね、仙台にあオールドスクールだけじゃねえんだと思わせたいなと、うん、もうそういう気持ちで臨みたいと思います。とにかく東北地方を仙台のこんなヤバいチームいるんだなっていうのをもうその初見の皆様にドンと見せて、はい、もう日本もう仙台のニュースタイラーズですけど今度はもう日本のニュースタイラーズになって、はい、やってあります。第2地区目仙台予選大会見事ファイナリストになったのはこの3チームおめでとう。いやー濃い、いやー色濃かったな仙台大会。この43チームエントリーやった仙台予選に続いては1週間後、ちょうど来週の日曜日10日の日についに名古屋予選ということで、名古屋予選の方では、今年 NDD ということで名古屋ダンスディライトが開かれました。でその名古屋で涙を飲んだ連中もまあ来てるとか来てないとか、でそいつらの、まあ、踊りもどんなものなのか
そして、まあ、ファイナリストっていうものに対して意気込みをもうかけてくる思いで踊るメンバーたちが果たしてどんなものを見せてくれるのか、名古屋予選大会非常に楽しみです。また次週お会いしましょう。全国の予選で楽しみにしてます。ファイナルまでもう少し。 MC 祐介でした。